肩こりもね、腰の痛みも、お尻の痛みも、しびれも出てくるわけですから、ふくらはぎを揉んであげたりとかして楽にするのももちろんいいですよ。ですけど、はい、整体院復活院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対して根本的解決していくための動画になっています。もしあなたが3件以上の整骨院、整体院、整形外科に通っても痛みが全く改善していない、もしくは痛み止め、湿布で痛みを我慢している、もしくはごまかしている、そんな方であれば、この動画でしっかり根本的に解決していきましょう。松田さん、はいよ。ふくらはぎの内側が痛くて。ふくらはぎ、どこの辺ですか？この辺り。ここね。内側痛くなりますよね。で、内側痛くなるってでも結構やばい予兆で、ふくらはぎって言ったら大の心臓って言われたりしますからね。っていうぐらい、このふくらはぎの張り感とか痛み、あとはこの張り感から来た膝の痛み、腰の痛みもそうだし、結構この足首周りってめちゃくちゃ大事なんで、これをしっかり改善する。だから女性とか張り感がありますって言うじゃないですか。なんかむくんでて痛いとか。あれ結構見逃しちゃいけないサインでもあるし、あとはふくらはぎの内側ってその本当にしっかり改善しておかないと、いろんなもうむくみもそうだし、内科疾患、高血圧とかにもつながってきやすいんで、しっかりね解決する。そしてその原因がね分かると、ああそういうことかっていう風になるので、これは本当にほっといておくと、何かしらの病気、膝の痛みとか腰の痛みにつながる可能性めちゃくちゃ高いですし、あと内科疾患ですね、いわゆる血液の病気だったりとか心臓の病気、高血圧とか、こういうところにもつながってきたりとか、あとはね女性だったりとかすると子宮の痛みもそうだし、あとは内臓のなんか重さだったりとか疲れやすい、こういうのも結構つながってるんですよ。このふくらはぎの内側の痛みっていうのを無視せずにしっかり改善する、そして何が起きてるのかっていうのを今回ね解説していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。では本編いきましょう。はいですね、ふくらはぎの内側が硬いっていうのがね、ここありますけどね、ふくらはぎの硬さで、これは何かと言いますと、これは腓腹筋っていう筋肉がこのふくらはぎにあってですね、いわゆるこの、まあ触ってもらったら分かりますね、このふくらはぎのブヨンブヨンブヨンとしてる筋肉、めちゃくちゃ大きいですよね。この筋肉が硬くなってしまうと、いわゆるここのふくらはぎってさっき言ったみたいに第二の心臓って言われてて、いわゆるこのポンプ作用、人間の筋、いわゆるこう血液を上に返してきたりっていう風に言われたりします。今ねそのポンプ作用あるのかみたいな議論もありますけども、まあふくらはぎの筋肉ですね、あとはこの太ももの筋肉っていうのと心臓の疾患っていうのは一番相関があるって言われてます。この前ね、あの心臓外科の結構もう海外とかで活躍されてる先生とお話しさせてもらって、何が心臓の疾患と関わるのかで改善する指標になるのかって言ったら、太ももの筋肉の太さ言ってました。まあそれと比例してふくらはぎの太さで、それぐらいですね、いわゆる心臓の機能だったりとかと、このふくらはぎの太さだったりとか筋集計ですねっていうのは相関してるんだよってことを覚えてください。なんでさっき言ったけど、やっぱ循環が悪くなってくると、いわゆる冷え症とか、あとは血流が悪くなって子宮の痛み、月経痛だったりとかもそうだし、あとは血流が悪くなってくれば、一番血流が多い内臓の調整が悪くなってきて、いわゆる免疫機能ってこの 60% 以上ここにありますから、風邪ひきやすいとか、あとは血流が悪くなることによってで寝起きが悪い、疲れやすいとかでも起きてきます。そうだから、このふくらはぎの痛さっていうのはめちゃくちゃ気にしてください。ふくらはぎっていうのは本当に全身症状が出るって言われてます。で本当にぎっくり腰とか膝の痛い方、腰痛の方でふくらはぎが痛くない人いないですっていうぐらい相関します。なんでこのふくらはぎの硬さ、痛さをしっかり知りましょうって話ですね。じゃあこのふくらはぎの痛さと硬さ、何から起きてるんですかというところなんですよ。でふくらはぎの痛さ、硬さっていうのは、これはいわゆる足首の使い方で起きてると思ってください。でこれ何かって言ったら、ふくらはぎの筋肉ってどこつくんですかって話なんですけど、さっき言ったヒラメ筋とかっていう、まあ腓腹筋とかもね、どこつくかっていうと、このかかとにつくんですよね。かかと、このかかとについて、いわゆるこう上からギューッと収縮してアキレス腱引っ張って、こんな風にかかとを上に持っていく、そしてつま先を下に持っていく、いわゆるつま先立ちの状態に持っていくっていうのが、いわゆるこのふくらはぎの使い方です。どんな時に使いますかって言ったら、つま先立ちで使ってますかって言ったら、そうじゃなくて、足がいわゆる前に行った状態、いわゆるこの歩く時で言ったつま先が前に行く状態、この時にふくらはぎの筋肉がパチッと張ってますよね。だからこれ何かって言ったら、これ前に倒れちゃいますよね。このまま前に倒れてしまうのをギューッと後ろの筋肉、いわゆる腓腹筋でふくらはぎの筋肉で頑張ってなんとか支えながら歩いてるんですよ。
ね、次の足を出す。いわゆるつま先の方に体重がかかって前に倒れないように調整しながら次の足を出していく。これがいわゆる歩行なんですよね。だから、この歩くとき、特につま先に体重がかかったときに使ってますよってことを覚えてください。でも、歩くってみんなやってますよね。なのに、なんでふくらはぎが硬い人と硬くない人がいるのか、ここ疑問に思わないといけない。じゃあ、歩いたらみんな硬くなるはずじゃん。痛くなるはずじゃん。でも、痛くない人もいれば痛い人もいるんです。これ何かって言ったら、簡単に言うと、足首の使い方、足の使い方が下手くそだと負担が来るんです、ここに。なんで、これ見てほしいポイントは、ふくらはぎが硬い人は、ふくらはぎを揉んであげたりとかして楽にするのももちろんいいですよ。ですけど、そうじゃなくて、ここは痛くならない、硬くならないように調整しないといけません。じゃあ何かって言ったら、これはつま先です。いわゆる指の筋肉が使えてないことがすごく多いです。だから、例えばね、これ歩くときって、つま先に体重かかってくるって言ったよね。つま先に体重かかってくる。で、ちょっとこっちで説明しますけど、かかとつきました。で、こういう風に行きます。で、足がね、あって、足がこう前に行きますよね。足が前に行く。体が前に行ってる状態。ってなった時に、つま先で支えてるわけよ、こうやって。で、つま先で蹴り出すわけよ、こうやってね。で、つま先が使えてないとどうするかっていうと、つま先で押し返せない。上がらない。ってことになると、これ次蹴れないじゃないですか。蹴れないってなるとどうするかっていうと、ここ蹴れない。蹴れない。使えない。使えないと、こうしますよね。いわゆる指でもこうできて、かかとでもこうできれば、いわゆる100の力、100の力を使えば200の力をこう蹴り出せます。ですけど、こっちの指が使えてない、負けちゃうってなると、100の力が使えない。全然使えない。だから、ふくらはぎの筋肉は使う状態ですよね。蹴り出すときに指が使えないから、かかとのところ、いわゆるふくらはぎの筋肉で蹴り出す。100で200やったのが、これ200かかとが頑張る。で、かかとをこう上げる筋肉はふくらはぎの筋肉。そうですね。なんで、何が痛いかっていうと、指の筋肉がしっかり使えてないとふくらはぎに負担きますよって話です。そりゃ疲れますよね。なので、これはふくらはぎが硬くなる人ならない人は、この指の使い方が下手くそかどうかってところだと思ってください。なので、ふくらはぎの硬さがある人、ぜひね、この指、特に動きがそもそも悪いです。動きが。で、動きがね、悪いかどうかっていうのは、この指の間にこういう風に手を入れてみてください。こんな風に。私はいつもこう、5本足なんですけど、5本足履いてください。まずは。これだけで全然違いますから。指の間にこう、手をね、入れてもらって、で、こういう風に入れるわけです。こういう風にね。入れてもらって、で、これだけで痛いです。多分、ふくらはぎの硬さがある人は、だいたい痛くて、これを横に動かしたり、丸く動かしてみたりとか、やってみると、これで動きが出てきます。で、動きが出るだけで筋肉が働き出す人もいますけど、それで意外な人は、この指の中に特にある中腰筋っていう筋肉を鍛えていくってことをやってあげる。指の筋肉鍛えてあげたりとかってのもやってあげるといいかなと思いますね。で、一応整体院とかだと、この指のもちろんストレッチからあります。だから膝の痛みでも腰痛でも肩の痛みでも必ず指を調整から入るんですよ。それぐらい大事だし、痛みがある人でここが硬くない人いないです。必ず硬くなってるので指の調整をやって指が使える。で、指が使えないだけでかかとが働くでしょ。かかとが働いたらふくらはぎ硬くなってバックライン全部硬くなってきて、いわゆる筋肉全部バチって硬くなってくれば肩こりもね、腰の痛みもお尻の痛みもしびれも出てくるわけですから、やっぱここの足のところのスタート、いわゆる体重を支えられるかどうかってめちゃくちゃ大事なんで、この指を動かす、そしてそこから運動療法って言ってね、この筋肉をしっかり使えるようにしていく。これやることによってふくらはぎの硬さが抜けてきて、で、朝も起きやすくなって血流も良くなって心臓だったりも楽になる、ね、内臓の調子も良くなってくる、子宮の痛みももしかしてここから来てるかもしれないですよね。そこを調整できる。これができるようになってくると、痛みもそうだし、痛みはもちろんいろんな不定愁訴って言われるような、なんか疲れやすい、こういうのもね取れてきますので、しっかりねこの足の指治療してあげてください。これがね、いわゆるふくらはぎの痛みにつながってきて、全身の何か分かんないなっていう痛みとか症状につながってきますので、ぜひねこの足の指治療やってみていただければなというふうに思います。はい。で、さっき言った通り、私整体院復活では全国にやってまして、指の治療から入ったりとか、このふくらはぎの硬さだったりも解決できるようにしてますので、もしね気になる方は動画の概要欄の方見ていただいて、各店舗ありますので、近くの店舗に電話もしくは LINE で問い合わせしていただいて、しっかり痛みを改善できるようにしていただければなと思います。ぜひ気になる方は下の方からチェックしてみてください。はい。でですね、あとは今日のお話よかったら、ぜひチャンネル登録していただければ嬉しいなと思います。ぜひお願いします。あとコメント高評価いただけると、どんな話しようかなーっていうのね、モチベーション上がりますので、ぜひそちらの方もコメント高評価いただけると嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。はい。じゃあですね、今日はこれで終わっていきましょう。ぜひ皆さんね、ふくらはぎの硬さとか痛さ、これ舐めずにしっかり改善してみてください。では今日はこれで終わりにしたいと思います。今日の動画の時どうもありがとうございました。また見てください。はい、OK です。OK。 これで5本指ソックス履いてたんですね。そうっす。急に今までやったやつ急にやめて、もう終わりそうになったよ俺今そうですよ、5本足履いてくださいよ、助さんも。どういういいことがあるんですか？5本足はそもそも全部これ覆ってると指が動かないじゃないですか。固められてる状態なんで、でこれするだけでまず動きやすい状態が起きる。
ので、それがまずいいのと、あとやっぱこの何でしょうね、一個一個の指の感覚、吐く時とかあるでしょ、指の感覚がちゃんと一個一個ないんですよね、結構指の動きが悪い人って。だ指をこう一個一個入れていくだけで全然違うし、で入れてみると分かるんですけど、全然使えてない人指がこう抜けてくるんですよ、これビューって。明日から書きます。本当っすよ、ユニクロ行ったらそんな高くないから3足1000円ぐらいなんで、ぜひぜひ、私もユニクロなんで、ぜひぜひやってください。